回はキャラクターデザインに役立つ紙の書き方を紹介していくね。前に一度簡単な紙の書き方を紹介しているんだけど、今回はつむじや分け目、紙の流れなんかを理解できるように進めていくよ。こうするといろんな髪型を描くときにも困らなくなるよ。髪を描くときのポイントは2つあって、まずつむじと分け目をマスターすること、次に前、横、後ろと髪が生えている場所をパーツに分けられるようになること、この2つのポイントを意識して早速描いていくね。描きたい髪の長さは先にイメージしておいてね。まずはベースの顔を描こう。輪郭が描けたら、おでこ、つむじ、分け目のあたりを描こう。おでこの範囲をどうやって決めたらいいかわからないときは、頭から顎までを4等分に区切って、下から3つ目のブロックまでがおでこになるようにしてみよう。次に頭のてっぺんかそのちょっと後ろくらいにつむじのあたりを描いてね。最後につむじからおでこまでをつなげるようにスッと線を引いて、分け目のあたりを描いてね。準備ができたら髪を描いていこう。前髪の部分から描くよ。おでこの少し上あたりから前髪を描くよ。分け目を中心にして髪の毛をちょっと広げながら下ろしてね。分け目のポイントから全部が降りてくるんじゃなくて、おでこの上のこの部分全体から下へ流れているイメージだよ。髪の分け目が変わると前髪の流れる方向が変わるよ。次は横髪の部分、前髪の端から耳の付け根あたりまでの髪を描いていくよ。分け目に沿って左右に下ろしてみよう。イメージしている髪の長さと同じ長さだったり、ちょっと短めにしたり調節しながら描いてね。頭のあたりに沿って描くんじゃなくて、髪もボリュームがあるからちょっと上くらいに描いてみよう。最後に耳より後ろの髪を描くよ。これも分け目に沿って左右に下ろそう。ちょっとボリュームを出すために頭のあたりより少し上に描いていこう。分け目がない後頭部はつむじを中心にして裾を広げながら降りていくよ。後ろ姿はあまり描かないかもしれないけれど、漫画表現やキャラクターデザインの時に役立つから覚えておいてね。今説明した部分を正面と真横から見ると、パーツごとにこんな風になっているよ。キャラクターの長い髪を印象付けたい時は裾を広げてあげるといいよ。スッとまっすぐに伸ばした髪はスマートに見えるよ。アタムアカデミーのサイトにテンプレートを用意しているから、まずはなぞるところから始めてみてね。いろんな角度から髪型が描けるようになったら、お絵描きがもっと楽しくなるよ。チャレンジ、ショートヘアを描いてみよう。つむじは髪の流れの中心点なんだけど、これぐらいのショートヘアを描くときは分け目を考えないで、つむじの位置から髪の流れを描いていくこともあるよ。描き方を説明するね。短い髪は前、横、後ろで髪のパーツを分けると、後ろの部分が前髪にかぶさるようになるよ。だから前髪からいきなり描かずに、まずつむじのあたりから髪の流れを決めよう。今回は左回りの髪の流れにしてみるよ。後ろの髪、前の髪、横の髪、それぞれ流れを意識してあたりを描き込もう。横部分は短いもみあげでもいいね。あたりができたら短い髪の束を描いていこう。時々流れに逆らって跳ねている髪を描くと生き生きとした感じになるよ。これで完成。髪の長さや形でキャラクター性が表現できたりもするんだけど、それはまた今度説明するね。まずはいろんな髪型が描けるようにポイントを覚えることが大事だよ。アタムアカデミーでは毎日無料体験を行っているから、もっと絵を描きたくなったら概要欄からぜひ参加してみてね。それじゃまたね。